セリーグ最下位に沈んだ広島だが、2人の助っ人はいずれも不動。去年本塁打部門3位のブラウンは今年も期待十分。7000万円で残留は決まったが、開幕出場が微妙となったメディーナ。期待がかかるのはもう一人の助っ人、この人だけか。頑張れよ。おはようございます。ドミニカ野球学校出身、バネの強さ、センスの良さは折り紙付き。先日のオープン戦では今一つだったが、期待は大。やはりね、第一に球に力があるということですよね。そして打者の立場からしますとね、少しそのインサイドに踏み込んできますんでね、だから怖さも与えるんじゃないかと思うんですがね。年俸400万円は安すぎる。一生懸命努力して開幕からチームに残れるよう頑張る。